ごめんなさい、ごめんなさい。でも悪いのはあなたよ。私は悪くない。大里直子は9月の終わりにボーイフレンドを殺害した。こうやって抱きついてるとこ見せつけてやるか。その新しい野郎とお父様に。離してってば。軍兵死んでる。直子いるのか。父さんだ。絶対に玄関を開けないで。人間って死んだ後も出血してくるの。さっき窓の奥に人影が見えたんだ。まさかそこに誰かいるのか。露伴先生、もう一度言ってもらっていいですか。何がいるんですって。妖怪六壁坂と名付けよう。この目で見たんだ。六壁坂の妖怪は今もいる。奴はまだ今もあそこにいるんだ。お兄さん、岸辺露伴でしょ。漫画家の。誰だ君は。何が起こった。しまった、こいつ僕に取り付く気だ。ヘブンズドア。岸辺露伴は動かない。六壁坂。